原案協力、監修に、片瀬平太。王様の仕立て屋サルトフィニートとして2003年に、刊、オ大スーパージャンプマーチ号に、読み切りとして掲載された後、2003年14号より、連載が開始された。その後、王様の仕立て屋、サルトリア・ナポレターナ、王様の仕立て屋、フィオリディ・ジラソーレ、王様の仕立て屋下町テイラーとシリーズを、重ねている。 イタリアナポリを舞台に、伝説の仕立て職人の弟子、オリベユーの活躍を描く作品。服飾を題材にしており、靴や腕時計など服飾に関係する小物やアンティークを扱うことも多い。一話完結の短編形式の話と一貫したストーリーを展開する長編形式の話で構成されているが、近年では単行本収録話数に合わせて、 計7話で一つの章、変とする長編が多い。2003年に増刊、大スーパージャンプマーチ号に、読み切りとして掲載された後、2003年14号より2011年21.2位に、合併号まで本誌、スーパージャンプにて連載。スーパージャンプ誌の休刊に伴って、グランドジャンププレミアムへ移籍し、王様の仕立てや、 サルトリア・ナポレターナと一部解題して2011年12月21日発売の総刊号から2013年2月27日発売の第15号まで連載された後2013年3月6日発売の2013年7号からグランドジャンプ本誌に移籍し2016年6号まで連載さらにこれを引き継ぐ形で グランドジャンプにて2016年8号から第3部として、王様の下手や、フィオリディ・ジラソーレを連載することになるが2018年9号にて、突然、日本編への移行が告知されて連載が終了。これに先駆け、グランドジャンププレミアム2017年11月号にて、第4部へのジャンクションストーリーとなる、王様の下手や一心のハサミが掲載され、 フィオリーディ・ジュラソーレの現時点での最終単行本となる7巻の発売時に維新のハサミを閉録した上で同作をプロローグとする第4部王様の下手や下町テーラーがグランドジャンプ2018年17号より連載開始された単行本は王様の下手やサルト・フィニートが全32巻にて完結また本編の短編エピソードを再収録した 傑作先週、王様の仕立てやサルトフィニート、ザ・スペシャル・エディションが、計4巻まで刊行された。2009年8月に刊行された、単行本、第23巻の帯や広告などには、単行本の販売累計が200万部を突破した、ことが記されていた。セカンドシーズンとなる、王様の仕立てや、サルトリア・ナポレターナは、全13巻。 サードシーズンとなる王様の仕立てやフィオリ・ディ・ジラソーレは全7巻。話数の単位はオーダー。格話タイトルは〇〇のという形式で映画、舞台、文学作品の題名から取られていることが多い。落語や歌舞伎、浪曲をモチーフ、題材としたストーリーや演出がたびたび挿入され、また手塚治虫や水木しげる。 藤子富士世などの往年の漫画作品のパロディ的な描写も多用される。ストーリーが展開される舞台はナポリが起点となるが、長編ではミラノやフィレンツェなどのイタリア国内の他都市に赴くこともあり、イギリス、フランス、日本などイタリア国外にて仕事を行うことも少なくない。また、長編ではミラノ編や フィレンツェ編など舞台になった地名を冠される場合や、欧州時計戦争編、下手や入門編などテーマによって名付けられる場合もある。もともとは若者向けカジュアル服ブランド。フィレンツェのバザーで服を売っていた女子大生の服飾サークルが事業化したもので、設立後わずか数年でイタリア国内外に視点を構えるほどに急成長を遂げた。 ジラソーレとはイタリア語でひまわりを意味しており、車掌もひまわりをモチーフにしている。ナポリ進出を機に、紳士服の分野にも手を広げるようになった。社長以下12人の創立メンバーは、全員が20代の女性で、その連帯感は非常に強い。しかし、社長の方針と視点間の方向性の食い違いから、最近では、圧力が生じることも少なくない。 若い女性が立ち上げた、新興企業だけに、対外的な苦労も、多いようで、資金繰りなどを内輪で解決しようとする傾向がある。第三部、王様の仕立て屋、フィオリディジラソーレでは、ジラソーレ社を訪れた客から話が始まるストーリーとなる。ナポリテンジラソーレ社の登場時点では新規の視点。ジラソーレお家騒動を経て、本店となる。 フィレンツェ店ジラソー列車の登場時点では本店。ジラソーレオイエ騒動を経て、支店となる。パリ店、ロンドン店、ニューヨーク店開発第2課格、支店に問題が発生した時に、スケットとして派遣される、遊撃隊的な役割を担っているチーム。もともとは車と関係ない場面で、個人的に仲良くなった3人組で、ペッツオーリ車との業務提携騒ぎの際に、 社の株を習得し、株主特権で入社した。当初は監視職だったが、やがてそれぞれが個性を発揮し、次第に存在感が高まっていった。ベアトリーチェからは、その気になれば独立して、ブランドを立ち上げられるだけの人材の集まりと、評されている。特急仕事の外注委託や、そこまではいかない段階でも、 客からの注文に応えるアドバイスを求めて、ビレッダやイザベッダは、サルトリア・オリベに頻繁に出入りして、茶を飲んだりして過ごしている。ナポリーイタリア・イギリス・フランス・日本蒸記以外の、各長編の主要人物について記載する。ギルレーズ・ハウス編、第1部95話から109話。ハリウッド編、第1部135話から140話。マフィア編。 1> 第1部165話から172話。本編開始の少し前のエピソードとして展開され、シチリア島を舞台とする。腕時計編、第1部173話から186話。腕時計とのコーディネートがテーマとなる。セルジュ修行編、第1部187話から193話。魅惑のシャツ編、第2部37話から43話。 シャツをテーマとする。コートをめぐる、冒険編、第2部51話から57話。とある由緒あるカシミアのコートの行方を探すと同時に、コートにまつわる依頼をオリベが解決していく。デニムとのマリアージュ編、第2部58話から64話。デニムとナポリ仕立てのコーディネートがテーマとなる。モノトーンの彩り編、第二部十五から十一話。黒、白。 グレーのモノトーンスタイルがテーマとなる。愛士のカプリ島編、第2部72から78話。保養地カプリ島を舞台に、リゾート地向けのカジュアルな服装がテーマとなる。ハートウォーミングチェック編、第2部79から85話。タータンチェック柄がテーマとなる。白シャツ編、第3部8から13話。それまでの長編とやや異なり、一編二話構成で3編。 展開される。下町テイラー編正確な年代は不明であるので、主要事項を時系列順に並べる。サルトフィニートザスペシャルエディション王様の下手屋、下町テイラーに関するカテゴリありがとうございます。